夜は現実が多さ、甘い香りにも多さ、君と僕だけのショータイム、さあ共に溺れようか。始めたいことということで、とは何かありますか？あ、とはから。とはから。何ですよ、考えてないと。私は勉強をもっとちゃんと始めたいと毎年言ってるんですけど、で、現役 JK なんですけど、もうちょっとね、勉強を頑張りたいなって
思ってます。頑張ってください。次から教えてください。お願いします。はい、リュウジか。楽器かな。楽器？おお。ああ。楽器。意外。え、何の楽器ですか、ちなみに。何もできないから、うん、何でもいいから、なんか。え、うん。何でもいいってね。リズムを取る系のやつ。リズムを取る系のやつ。タンバリン。タンバリン。ああ、いいね。カスタネット。カスタネット。カスタネット。できるんだよ。タンバリンはできる。難しそうだよね、タンバリン。なんか違うやつ。うん。やりたい。なんかやりたい。僕はね、お金を稼ぎたいな、始めたいな、お金を稼ぎたい。副業、副業でしたかけど、うまそうだけど。本当に大事。いや、思うよ、この世界は。めっちゃ気持ちお金稼ぎたいです。はい。僕はもうここ3、4年、毎年言ってて、もうシーズン終わっちゃうんですけど、毎年スノボを始めたいなと思ってるんですけど、でもなんか年々冬嫌いになってて、うん、多分僕このまま一生スノボ始めないで、終わると思います。そう、毎年言ってるんですけどね、めんどくさくて。多分始めないけどスノボを始めたい、ね。そうなんですよ。なんかできたらかっこいいじゃないですか。確かにね。そうだね。なんかやりたいなとは思うけど、うんうんうん、なかなかね、体が動かない。体が動かない。体が動かない。なんか年みたいな。体がなかなか。スノボをね、始めたいと。はい。ということで。はい、レナさん。私は、始めるっていうかもう始めたんですけど、今月から新生活始めて、住む場所を変えました。人はそれを引っ越しと言うんだけど、ね、住む場所を変えました。引っ越ししました。はい、ちょっとずっと旭川にいたんですけど、ちょっと今月から札幌。うわ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。失礼します。これで遅れずに参加できます。そうですね、雪とかない。JR とかね。そう、JR大変だったからね。はい、はい、長くなりそうなんで、この辺で次の曲いきましょう。聴いてください。上がりけり。ひや。ひやひや。オーラ。ひや。ありがとうございました。